新宿歌舞伎町でドラム教室やってます。ドラマ音楽教室白川です。よろしくお願いします。こんにちは。関西で、ドラム講師してます、森谷ドラムスクールの森谷亮太です。よろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いしますいやもう本当前回ぶりなので。そうですね、はい。まあ、昨日なんですけどね今見ます。この間森谷先生っていうあの関西の今こういるんですよ。ちょっとどうもどうも、はじめまして。あ、森谷です。すごい、こんな感じで、はじめましてて、すいません。どうもどうも。はい、どうも、すいません。この間、お会いしたかったんですけど。そうですね、この前なんか僕、ほんまに行って、で、セミナーだけして、行って帰るっていうようなスケジュールになっちゃってたんで、ちょっと全然ね、誰ともご挨拶できなかったんですけど、あ、はい、白川さんですら、あんまりちゃんと喋れてないという、ね、感じだったんですけど。はい、大阪、どこでやってんですか？大阪は、梅田の近くに天満っていう飲み屋さんがあるんですけど、はいはいはい、その辺りにスタジオがあって、はい、でそこでレッスンしてましたね。なるほど。今ね、はい、週一で僕大阪行ってんですよ。おお、そうなんですね。へー。明日もまた行くんですけど、なんかお会い、ね、できる機会があったら。そうなんですね。すごいスケジュールですね、週一で大阪って。週一で、そう。ほぼ週一で行ってます。へぇー。そう。一人二人教えてるんで、あのなんか個人スタジオみたいなところで借りて。ああ、なるほどなるほど。うん、へえ。もともとこちらの方の方とかですか？もともとはあの白川と一緒で四国です。あ、そうなんですね。へえ。なるほどなるほど。すごいスケジュールですね。でもそれは。なんかあの先生足らなかったら言ってください。ああ、もうぜひぜひぜひ。ちょこ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 。はい。お声をかけさせていただきます。はい。今練習されてたんですか？今そう練習してて、もうそろそろ帰ろうかな、うん、あ、なるほどなるほど。じゃあまあ当日言われてこんにちはぐらい。二人さん最後、はいあんまり二人でそんな使える話も多分してないですけどねそうですね、僕聞こえてる横で、あの、はい、大地さんの喋りは聞こえてましたので、はいこうしないといけないってことですね。あー、そうですね。こうしたらいけるってことね。なおかつちょっと下がる感じの、そういうことですね。そう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 。これだいぶ高いですからね今。なるほど。俺もだって。あ、そうですね。こんなところ。